これより柴田恵里さんと梅津美樹さんによる授業、美術の保健体育を始めます。お越しの際は行動2回までお越しください。こんばんは。そろそろ時間になりましたので、始めさせていただきます。今日は美術の保健体育ということで、そうですね、こう科目が2つ並んでいるところがこうポイントですね、サブ教科2つ、そう、サブ教科、そう、もう駆逐されるべき2教科が並んで今回はですね、柴田恵里さんにこうお越しいただいたのは、なんかその自分は、梅津っていうんですけれども、割とこう自分の全裸のヌードを描いたりとか、そういう作家で、にもかかわらず、なんか今まであんまりこの性に対して公にこう、なんだろうな、かたくなに口を閉ざしてきたところがありまして、ちょっとそろそろ、最近35になったし、柴田さんを呼んで、そういう話ができたらいいなと思いまして、お呼びしました、今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。流れといたしましては、最初の方に柴田さんの方から30分ぐらいこう、なんですかね、こうまさにこの美術の保健体育の骨格といいますか、ちょっと授業っぽいことをやっていただいて、その後はちょっと我々にもちょっと予想がつかない展開、という形でお願いいたします。それではよろしくお願いいたします。お願いします。美術の保健体育ってなんかこうちょっとわけは分かんないなっていう言葉かもしれないんですけれども、やっぱり今って表現規制ですとか、ジェンダースタディーズとかって、美術家って結構叩かれたり、なんかこんな表現は猥褻だって言われたりして、いろいろこう作家が難しい立場になりやすい状況がよく起こっています。よく SNS の炎上とかって青島メグとか、あとはうなぎのうなことか、最近でもハーゲンダッツ のキャラメルビター男子っていう、要はティーンズラブ のちょっとこうドエスイケメン、ちょいエスイケメンみたいなのが女性たちからこんなのセクハラだってすごく怒られてしまうような問題が結構あるので、じゃあまずはその美術の中で裸というのはどのように位置づけられてきたのか、どのような価値観でどのようなものが良いと時代や、宗教や国によってされてきたのかをすごくそのざっくりと説明していきたいと思います。まずは紀元前のギリシャ時代の身体、今って、梅津さんは男性ヌードを描く作家さんですけれども、日本だけでなく世界的に見てもやっぱりその男性ヌードよりも女性ヌードの方が表現されたものは多いと思います。でも一転して紀元前のギリシャ時代はその男性の裸こそが一番美しいっていう価値観がありました。ですけれどもギリシャ時代っていうのは割と、男性ヌードの方が美しいとされたにもかかわらず、両性浮遊や異性相の表現もあった、これがそのギリシャ時代代表的な、男性ヌード、両性浮遊のヌードの眠るヘルマフロデュトスというんですけれども、一見するとお尻があったり乳房があったりで、女性っぽいんだけれども、ここ分かる通りペニスが生えているって、ヘルマフロデュトスっていうのは両性浮遊なんですけれども、名前の通りヘルメスと、アフロディーテの名前がくっついている状態ですね。で、こちらの写真は、ヘルマフロデュトスじゃなくて石膏像、予備校教育とか受けた方はすごくポピュラーなのでご存知だと思うんですけれども、アリアスっていう非常に受験に品質する石膏像なんですけれども、このアリアスって日本では言われていて、女性っぽいんですけれども、アリアスって実はその男性名でして、で実際にもなんか胸筋がある、なぜそのアリアドネ、アリアドネっていう名前はもともととりわけ清らかで清い娘、もう超処女みたいな、なんか今ステッキみたいなやつがあったんですけど、何ですかそれは。これいいですね。いいな。なんかね、そのアリアス像はアリアドネの夫であるディオニソス、バッカスですね、お酒とかの神様、演劇の神様とされる、バッカスを表現されしているっていう説と、あとはギリシャ演劇から、
エリザベス朝の演劇においては基本的に男性のみ、まあ、日本でいう歌舞伎みたいに男性のみを俳優したため、俳優として使っていたため、男装した、あ、違う、女装の男性が演じているという体で作られたという、説もあります。まあ、これは、はい、はい、ちょっと注釈いいですか。はい、石膏像のこのアリアスとかってこう、なんだろう、美術教育を受けてきた人からすると、はい、ものすごくこう馴染み深い石膏像の一つ、はい、有名な石膏像だと思うんですけれども、はい、そのどんな美術予備校とかでも大学でも、うん、こういうそのアリアスっていうのはどういう来歴があってどういう文脈なのかっていうのを一切説明せずに克明にこう写し取っていくっていう、はい、まあ、それがちょっと、日本のやっぱり、まあ、一応美術予備校なのでなんかその余計な注釈なんですけど、はい、そういうこうなんだかわかんないけど、そのヨーロッパのなんかその古典アカデミーの模写みたいなものをこう美術の基礎とするっていうのをフランスから黒田清輝さんが輸入して、はい、未だに書かれてますよね。書かれてますね、はい、でも実はこんなこう背景があったんですね。そうなんですね、うん、まあ、はい、定かではないけれど、はい、この胸筋はもうどう考えても、はい、男性の胸筋であるっていうのは、はい、でこれもあれなんですね、その複製の複製の複製みたいな形で、そうです、うんうん、だからこうちょっと形が甘くなってるんですよね、うん、はい、うんうん、ヘルマン・フルルツと言ったんですけれども、まあ、両性浮遊、美術の、両性浮遊の表現というのは主に2通りありまして、さっきの彫刻はヘルマン・フルルツで、もう一つこちらは絵画に多い表現なんですけれども、アンドロギニスという、両性浮遊が、まあ、大まかに分けると2種類あります。でこの成り立ち、由来を説明しますと、ヘルマン・フルルツは、まあ、彫刻が多いと言ったんですけれども、まあ、乳房とチンコがついているっていうのが一番、まあ、特徴的です。で元ネタはそのオイディウスの天神書で、ギリシャ神話の、まあ、ヘルマ・フロジュトスは妊婦のサルマキス、泉の精のサルマキスに、恋されて強姦されるんですよ。泉の精、女性の、泉の精に強姦されて、でその泉の精の願い、まあ、この人超好きだから一緒になりたいという願いをなぜか強姦しているにもかかわらず願いが叶うんですね、サルマキス。超運がいいんですけれども、で強制的に一心同体にされた、まあ、後には豊かな乳房を持った少年、あるいは男根を持った女性などの形で芸術作品に表現されています。両者はどちらの性も持たぬようでいて、どちらの性も持っているような一つの存在です。でこれその後の話もあるんですけれども、まあ、ヘルマ・フロデュトス、ヘルメスもアフロディーテも愛や豊穣の神なので、息子のヘルマ・フロデュトスもかなりなんか快楽主義なので、強姦されて、まあ、妊婦と一心同体になってしまったにもかかわらず、まあなんか人工マークもついてて楽しいねみたいな、結構ポジティブな生き方をします。もう一つのアンドロギニスというのは、プラトンの共演っていう本の中でアリストパネスが語ったとされる演説です。かつて男と女の他にオメ、まあ、男女とされた両性浮遊者がおり、まあ、いずれも手足が4本、顔と性器も2つずつあった。ところがゼウスがそれらを両断したため、手足が2本ずつ、顔と性器が1つずつの2人の半身になったが、それぞれが残された半身に憧れ結合しようと思うためあった。そしてもともと男女であった男と女が互いの半身、すなわち男は女を、女は男を求めることになり、それが男女の愛であると説いた。まあ、これはすごい分かりやすく、説明すると、最近すごく去年流行った、何でしたっけ、超流行った映画、アニメのすいません、忘れてしまった、君の名だ、君の名ってあれって、もともと一つの衛星が二つに分かれて、まあ、入れ替わったり、その男の子と女の子が好きに同士になるみたいなのなんですけれども、アンドロギヌスはヘルマ・フロルトスと違って、もともとは一つの存在であったものがやむなく分断される、つまり、まあ、言い換えればその分かれた片方は個体として完結した存在ではないから、まあ、男は女を、女は男を、求めるという、まあ、非常に、まあ、異性愛主義ですねの背景があります。で、その次、まあ、ルネサンス期、まあ、時代はだいぶ進むんですけれども、ルネサンスは文系復興ですから、まあ、ギリシャ時代の身体の美的感覚を復
興させる。で、あのこれギリシャもそう、あのルネサンス期もそうなんですけれども、あの知的な身体、まあ、こうほとんど、ね、神様とか素晴らしい理想化された身体を表現するにあたって、暗黙の了解であり、あの積極的に表現されたのが、まあ、男は単焦方形、女は貧乳が知的な性器とされています。でもなお、あの本当にこれあのミケランジェロのダビデ像なんですけれども、ダビデってもともとユダヤ人で、ユダヤ人は割礼をしているはずなので、本当はズル向けのはずにもかかわらず、まあ、この時代の美的、あの理想化された身体ということで、単焦方形に知的な性器になっています。あの同じミケランジェロの作品なんですけれども、このルネサンス期になると、あのキリスト教の、ね、表現規制的な、まあ、キリスト教ってパトロンでもありますから、やっぱりクライアントが、いやこれ嫌だよ、こんなの納品しないでって言ったら、やっぱ美術家っていうのは合わせるしかないので、あのこれミケランジェロのローマのサンタマリア・ソプラ・ミネルバ教会にある、ミケランジェロと弟子による十字架を持つキリスト像。あのキリスト教のキリストって卓形にされる前に自分がそのと釣られる、あの十字架を持ってゴルゴダの丘を登っていくっていうのテーマなんですけれども、これミケランジェロ最初は男性器ちゃんと作ってるんだけれども、これがあの教会によって、まあ、そのキリストって神様ですので、キリスト教はすごくその性の表現禁欲主義なので、あの厳しいんですね。例えば、聖母マリアの受胎告知なんかは、あの百合の花が、まあ、こう象徴として描かれるんだけれども、百合の花の、おしべを描いちゃいけない、真ん中のめしべしか描いちゃいけない。なぜかというと、そのおしべとめしべがあるとセックスを連想してしまうかもしれない。誰かがなんかその処女じゃないって思ったらどうしようっていうことで、確実な処女性を表現するために、受胎告知の場合は百合の花のおしべは描いてはいけないというのがありました。まあね、あの表向きにはそうなんだけれども、ミケランジェロやあとはレオナルド・ダ・ヴィンチみたいな、その当時でもすごく社会的な評価が高かった作家は、表向きに規制されている中でも、まあ、あのレオナルド・ダ・ヴィンチはゲイだったというセクシュアリティもあるのかもしれないけれども、すごく有名な画家だけはちょっと無視して百合の花におしべを描く。でもその百合の花のおしべを描くということだけですごくその挑戦的な行為でありました。まあ、でこの、 あのミケランジェロの十字架を持つキリスト像も例外ではなく、あのペニスを作ったら竿の部分だけこうやめろ作るなっていうことで、めちゃくちゃこう綺麗にカットするんですね。あのこう棒状の部分だけピシッって、これが分かりやすいんですけれども、このバッタスも、まあ、あので陰形の部分がないんですけれども、ミケランジェロってなんか切り取るときはもう切り取られましたっていうような表現をしてしまうタイプの作家なんですけれども、これもなんかその切り取ったことでよりなんかキリストが虚勢されているようで、なんかこう痛々しいしいやらしいみたいな、見る人の反応が生まれてしまい、まあ、最終的にあの布をかぶせろ、これはまあ絵画でもよくありますよね。全裸だった、まあ、ゼウスや神々の像が後にキリスト教によって布を描かれる。で、まあ、補足なんですけれども、これはあのバルジェットの国立博物館にあるヨエル・バッカスがミケランジェロの作品の一つなんですけれども、そのこう生めかしさや、まあ、大敗的に見える道徳的犯罪だと非難するものも多くて、バッカスの制作を依頼したラファエーレ・リアリオ枢機卿も、まあ、この彫刻の受け取りを拒否している、まあ、クライアント大きくあの美術作家に作品作っていいよってこうお金を渡してオファーする人って、まあ、貴族や王族、あとは宗教で、近代になってやっと一般人お金持ちっていうあのパトロンの変化があるんですけれども、この時代あの同じような作家でもとクライアントが、まあ、キリスト教の教会関係者だとやっぱり厳しいんだけれども、反面メディチ家みたいなあの芸術を積極的に支援しようとしている貴族は、まあ、
緩かったっていうのがありますね。でもいずれにしても理想化された身体っていうのが、まあ、彫刻なり絵画なりにも、求められました。でそれでまあここから大きく時代が移り変わるんですけれども、理想化された身体から現実的な身体に、はい、うん、はい、大丈夫です。で、はい、これはあのマネのオランピアで、なぜこれが綺麗な人じゃんとか思うかもしれないんですけれども、まあ、オランピアというのはその当時 の娼婦の通称だったり、黒猫っていうのが娼婦を意味したり、あとはその浮世絵に影響を受けた平面的な身体の描写が、非常にその現実的である、はい、なるほど。ちょっと注釈いいですか、はい、この作品は僕もかなり好きな作品で、はい、っていうのもこれはその本家撮りみたいな形で、実はこの作品の前に、アングルのグランドオーダリスクがあって、その前にティッツィアーノのウルビーのヴィーナスがあって、それがこうなんか倍数にこう変わって、だけれどもそのこの股間の手の部分でこうちょっとこう倍数なんだけど、自分のこう自意識をこうちゃんと表現するような形になってたり、こう有色人種の黒人のメイドさんがいたりとか、かなりこうスキャンダラスな問題作で、でも実はこの作品をゴーギャンがすごく意識して複製の、写真というかこう複製の図版を持ってタヒチに行った時に、その資料が見ているとい こう作品に改変するんですけど、その時はそのこれをこううつ伏せにするんですよね。うつ伏せにしてさらにこう、無防備無抵抗な形でこう、なんかこう精霊とかに怯えてるみたいな設定なんですけど、明らかにこうだから白人の、ゴーギャンが、タヒチの13歳の女の子をこう愛人にして、はい、でそこにこうなんか純粋性とかを見てるわけですよね、うん、でもなんか今で言ったら犯罪でしかないというか、なんかそういうこうそこからさらにこう、改変されていて、それが、それに影響を受けたのがマティスとかでブルーヌードになって、それに影響を受けたのがピカソでアヴィニョンの女になっていくっていう、うん、さらに、キルヒナーが、さらにお尻を強調した日本傘の少女っていう作品になったりとか、実はこの作品ってすごくこう美術史をこう貫くこうものすごく面白い、はい、うん、はい、すいません、ちょっと注釈でした、はい、ありがとうございます、はい、で、まあ、もう一つあのマネーのグランド、うん、オランピアと同じように衝撃的だったのは、うん、クールベの世界の起源ですね、うん、これはあのモラルや道徳への懐疑、まあ、あの春画のようなこう大股 の女性器の描写に影響を受けたと言われていて、やっぱりあのマネーも、まあ、クールベもなんですけれども、ファッキンアカデミアみたいな感じなんですよね、まあ、こうアカデミーがあの正当な、まあ、理想化されたヌードをたくさん作っていて、そんなのじゃなく現実的な身体を描くんだっていう、まあ、意識が強い。であのまあ、これはちょっと関係なく、あの後にあのフェミニズムアーティストが、クルベの世界の起源の前であの自分の、まあ、女性器を見せるパフォーマンスをして、まあ、物議を醸したという紹介です。でここまではあの19世紀までは、理想化された身体から現実的な身体に描かれる女性の裸体は変わってきたんですけれども、だけれども依然として、まあ、男性が主体であり女性は客体、描かれる対象という性別二元論は根強くあった、まあ、それへの批判でフェミニズムアートがこう始まったのが1960年以降、有名なのがあのリンダ・ノックリンという方の論文で、なぜ偉大な女性芸術家は現れてこなかったのかというあの論文でしたり、この、 あの作品ですね、一番そのフェミニズムの金字塔とか言われている、ジュディ・シカゴのディナーパーティーで、まあ、この時代のフェミニズムアートっていうのはやっぱりその男性という支配者から女性という主体性を回復するだったり、今までその理想的な身体では描かれなかった、要はその理想的って優美さだとか美しさとかが描かれるから、あの怒りや悲しみや痛みやつらみみたいな、その理想化から排除された生身の私の身体っていうものがあの主に表現されました。やっぱりそのフェミニズムアートってなると全体的になんかこう痛々しくて見ていたくないっていう方も多いと思うんですけれども、それはその
理想化、男性が理想化で社会的に理想化されている身体へのアンチテーゼというのがもともとあったからなんですね。で、まあ、これは、まあ最後にこう未だによく言われるあのフェミニズムアートに対する批判なんですけれども、やっぱりそのフェミニズムというイズム、あの思想が先行型になっているから、作品の内容よりも要はそのこの思想だからいいみたいなことになるのは、美術としていかがなものかという批判は、まあ、いつもありますね。これはあのブルックリンの美術館のフェミニストアートのための特別室という、まあ、フェミニストアートセンターが、ジュディ・シカゴの代表作ディナーパーティーが常設展示されています。で、あのリンダ・ロックリンの論文、なぜ偉大な女性芸術家は現れてこなかったのかっていうのが書かれた背景には、女性アーティストは主流の芸術界においてジェンダーバイアスによる偏見に直面してきた、試練、旅行、作品の取引、評価などの場面においてしばしば困難な状況に陥っていた。1960年代から70年代にかけてフェミニストであるアーティストや美術史家がフェミニズムアート運動を始めました。この運動は芸術界における女性の役割を考えることに取り組み、美術史における女性を探求することを目指しました。でリンダ・ロックリンの論文っていうのは、まあ、あの2つの答えが、書かれています。一つは、まあ、偉大な女性芸術家は存在したが知られていないっていう結論ですね。でもあの知られざる女性の大 芸術家を発掘する動きはこれで盛んになる。やっぱりそのフェミニズム美術史みたいなのって今でも盛んに行われているんですけれども、あのそれに対する批判は、まあ、偉大な芸術っていう概念自体が男性中心に作られたものだったら、そこの価値観に合う女性の芸術っていうのは、あの結局その男性主体、女性客体の構造にのっとっているから、結局その与え元々ある制度に依存することに他ならないという批判があります。もう一つの答えは、女性の芸術には女性固有の偉大さがというものですね。伝統的に女らしいとみなされてきた特質を積極的に評価するなら、男性の芸術とは異なる女性固有の芸術の偉大さが認められるべきである。でもそれは裏を返せば女性芸術家にだけ適用される価値基準があると認めることになり、女性の芸術は第二の性による第二の芸術とみなされかねない。要はその女性らしさとか、女性ならではのみたいな感じですね。まあ、でもノックリンはこの2つの立場もどちらもあの取らないで、結局その制度の面から検討しよう、制度をもうちょっとあの男女平等、まあ、こう表現者がやりやすいようにしていこうというのが思いました。それ以降ですね、まあ、有名なのがゲリラガールズという、これはアメリカ あのフェミニストアーティストたちの集団で、匿名でゴリラのお面をかぶってパフォーマンスをしたり、まあ、ポスターを作ったり、1985年に結成された匿名の女性グループであり、芸術界の両親と言っているらしいです。ジェンダーと人種に対する芸術界の無関心と不平等に対抗する活動を行って、啓発、ね、のために、まあ、ユーモアのあるポスターを作成したりしてるんですけれども、これはさっきの、まあ、クールベの世界の起源の前で女性器を広げたらやっぱり逮捕されてしまうので、まあ、ゲリラガールズはそうは言っても逮捕されないようには頑張っていた。要はちょっとこう面白みを含めて女性アーティストであることの利点、成功というプレッシャーなしに仕事ができる、男と一緒の展覧会をしなくても良い、4種類のフリーランスの仕事があるので美術界の付き合いから逃げることができる、80歳を過ぎてキャリアが認められることを分かっている、どのような作品を作っても女らしいという評価を得られるという安心感があるというような、まあ、こう皮肉っぽい作品を作っていますね。でもこうまたちょっと飛ぶんですけれども、フェミニズム自体にもやっぱり問題はある。というのはフェミニズムが、女性作家を批判したり、まあ、女性作家がやりにくいようにすることって未だによくあることなんですけれども、そういったなんだろう、女性同士
したいざこざが起こってしまう背景にはフェミニズムの問題点、これは後で詳しく説明するんですけれども、女性という本質主義か、まあ、女性男性ともに社会的に構築された構築物に過ぎない構築主義かの対立になってきます。一つはそのフェミニズム的なんだけれども、フェミニズム側からも物議を醸した作品を3作品3パターン紹介していこうと思います。一つ目は客体化への抵抗型の、これはアメリカを代表する女性画家の一人でもあるジョージ・オキーフが近代写真の父と呼ばれる、まあ、ギャラリストであり写真家で有名なアルフレッド・スティグリッツによって撮影された一連のヌードを含むポートレートなんですけれども、これはその男女の視線の主体客体、見る見られるという非対称性を混在化させていると言える。事実スティグリッツによるオキーフのポートレートには身体のフォルムに焦点を当てたストレートフォトグラフィーの評価以外に57歳のスティグリッツと34歳のオキーフのスキャンダラスなジョージというゴシップ的な評価があった、まあ、文春法ですね、今だったら一発で謝らなきゃいけなくなるような評価があったんですけれども、でも視線の非対称性、主体客体、見る見られるという関係性とジェンダー化された視線の構造を暴くけれども、画家としての評価よりも先にアメリカで最も有名な写真家のモデル兼愛人として有名になったジョージ・オキーフはだけれども、その後それだけではない、愛人だけではとどまらないくらいアメリカを代表する有名作家になった。オキーフは見られるものがその客体性を内面化した上で視線の非対称性や身体の客体化に抵抗する姿を見出すことができるのではないか、要はその客体化へ抵抗しつつもそれを乗り越え同時にその中にはまったままで別のものへ変わっていくっていうような評価ができるのではないか。まあ、2個目はこれは、フェミニズム美術家の自分のセクシュアリティやエロティシズムを視覚化するハンナ・ウィルケ、テーマは割と、ずっとその自分のセクシュアリティっていうのを追求し続けた作家なんですけれども、まあね、バルネラビリティ、脆弱性やフラジャリティ、壊れやすさをはらみながらもアーティストがその身体を使って自己のコントロールと主体的女性性を獲得するプロセスであり、女性であることの意味を探るっていう作品をたくさん作った。これインテラビーナスっていう若い時の作品なんですけれども、でも若い時の、ハンナ・ウィルケは美人でスタイルが良かったんですね。一貫して自身のセクシュアリティやエロティシズムをテーマに活動したウィルケなんだけれども、美人で、まあ、容姿が美しく整っているがゆえに客体としての女性性の規範を強化しうる、要は男女二元論における男性ジェンダー側にも恩恵を与える、要はその男がヤッホーって喜ぶような女の裸はフェミニズムには必要ないっていうようなフェミニストから批判をすごく受けるんですね。でも彼女はそうフェミニストから批判をされ続けてもずっと同じテーマでやっていて、で、まあ、中年以降彼女は乳がんを患い片方のチブサを摘出したり、あとは抗がん剤の副作用で髪の毛が抜けてしまうようなその病んだ身体になった時にフェミニストから大絶賛されるんですね。彼女こそがフェミニズムアーティストだ。なんだけれども、もうずっとその一貫して自身のセクシュアリティを表現していたにもかかわらず、なんかその老いて病んで年を経てからしか評価されないっていうのは作家側からしたら、いやなんかもっと早く評価してくれよっていう話ですし、そうは言ってもウィルケは評価をされていた作家、男性側にも評価されていた作家なので生き延びることができたけれども、本当にその才能がある人を若い時は叩きまくって、まあ、60過ぎたら評価するっていうのはやっぱりその作家の育成から考えたらすごく不利になりますよね。これがフェミニズムの一つの問題になりますね。で、まあ、3つ目は女性性のパフォーマティブの拡大型、これはシンディ・シャーマンの写真
真なんですけれども、まあ、あのコスチュームをつけた自分を被写体としたセルフポートレート作品で有名なシンディ・シャーマンは自画像が提示するような自己表現、すなわち内面の表出、ね、こう私の全てみたいな、内面ではなく他者の眼差しに眼差された客体、外側としての女性の身体を提示しました。それは視線の主体、客体、見る、見られる、能動、受動という従来の二項関係を超えて受動的に、誘惑的に自らを見させる、見られるではなく見させる、自らを見させる女性身体であり、そこでは女性性とは擬態であり仮想でありパフォーマンスではないかという洞察が表現として可視化されています。男女の視点の視線の主体、客体、見る、見られるという非対称性や男性主体の位置に自己を同一化させる形でイメージを見る、まあ、鑑賞者もその構造に取り込むというフェミニズム美術批判の批評の領域で繰り返し指摘されてきたセオリーは、性別二元論に基づく共生性愛、要はその男だったら女を絶対に好きになれ、女だったら男を絶対に好きになれというような、まあ、共生性愛の社会構造を暴きはするけれども、その一方でその構造からはみ出るセクシュアリティを半ば公然と無視する危険をはらんでいたということが、ちょっと今説明が分かりにくかったと思うんですけれども、これがシャーマンの作品からは読み取れるというのは何でかっていうと、まあ、これはねシャーマンの作品でフェミニズム批評家の一部たちから強姦されたばかりの女性をセクシーに見せようとしているっていう批判がたくさん、まあ、来たんですね。でも何て言うんですかね、その女性を欲望するのは男性だけではない、実はそのレズビアンだったりそうではないバイセクシャルとかいろいろな、まあ、ヘテロセクシャルでも女性のヘテロセクシャルの人が女性の裸を欲望することもあり得るので、そういったその男女二元論にやっぱフェミニズムって縛られすぎじゃないっていうのを、このシンディ・シャーマンの作品が批判されることによって、そういうフェミニズムの問題が明るみになりました。それは、ね、もうちょっと分かりやすく言うと、この、まあ1980年代に出てきたジュディス・バトラーというフェミニストがいまして、ジェンダートラブル、フェミニズムとアイデンティティの撹乱というのが、まあ、一番有名な本なんですけれども、それが一番主張しているのは、セックスは常にすでにジェンダーである、要はその生まれ持った性別であるセックスと社会的に構築されたジェンダーというのは、それを分けて考えていたのが今までのフェミニズムだったんだけれども、でも生まれた時から社会的なジェンダーを、例えばその女だったら女子トイレに入れとか、その男だったら、まあ外で元気に遊べみたいな、社会化された性によって結局その男女が異性を愛するようになるのは社会的な振る舞いの影響もあるのではないか、つまり社会的に、ジェンダーの教育を受けることによってセックスが後付けされる場合もあるっていうような考え方で、主体を算出する規則によって決定されるのではない、なぜなら意味付けは基盤を確立する行為ではなく反復と規則化されたプロセスによってあるからだ、その時の反復とは実体化という効果を生み出すことによってそれ自身を隠蔽し、かつその規則を推し進めるような反復なのである、ある意味では全ての意味付けは反復を強制する領域の中で起こるものとして位置づけられるべきものであるっていうことなんですけれども、要はそのもっと分かりやすく言うと客体という行為、例えばそのドラァグクイーンみたいな、二元論からはみ出るような、まあ、行為を反復的に繰り返すことによってジェンダーそのもの、二項対立そのものを変えてしまおう、パフォーマンスによって世の中の男女二元論自体を、まあ、こう変えてしまおうっていう思想ですね。ジェンダー化された視線の構造やセクシュアリティの規範を撹乱するという考え方で、このバトラーは既存のフェミニストにものすごく批判されます。それは、さっきもちょっと申し上げたんですけれども、女性という本質
主義とジェンダー構築主義の対立になります。女性という本質主義というのを分かりやすく説明すると、要はその女性が例えばレイプをされました、レイプをされて傷ついた女性身体というのは全ての女性に共通するような、あの尊厳を奪われる行為である、レイプ、女性がレイプされるというのは、その、 あのレイプされて傷ついた女性身体というのをまでその構築的なものではない、本質的に傷ついている、女性だったらみんな共感し得るような、あのひどいことだレイプはみたいな、あ の, のが、まあ、本質主義であり、一方でそのジェンダー構築主義、さっき の, そのバトラーみたいな、こう自分が行為することによって、既存の二項対立をあの変えてしまうとか、あの、まあ、女性性も男性性も社会的に構築されたものである、本質なんてないんじゃないかっていうような考え方なので、あの既存のフェミニストたちはふざけるな、こう私の体は、女性という体は確実にここにあるんだっていう、あの対立が起きました。まあ、バトラーの考えはその後クイアスタディーズ、あのミシェル・フーフォーとあのバトラーがすごく貢献しているクイアスタディーズの発展に、すごく礎になるんですけれども、あんまりその最近ってやっぱりフェミニズムの中でもバトラーってあの扱われないというか、すごく有名ではあるんだけれども、やっぱりその共感主義とか、あの女性という本質主義っていうのが今のフェミニズム の, あの中心ではあると思いますね。で、今まではあの女性の身体について、描かれる女性から描く女性に変わる歴史、あの歴史的にどのような裸が美しいとされてきたかっていうあの経緯はあるんですけれども、じゃあなんかその男性身体って常に主体なのっていう話なんですよね。さっき の, そのバトラーの言葉を借りれば、ジェンダーっていうのがまあすでに構築されたものであるとすれば、女性っていうあの性が構築されたものであれば、男性も当然構築されたものであるので、常に主体っていうことはありえないんじゃないかという視点ですよね。あのそれはやっぱりその梅津さんの作品にもすごく共通するところがあるように思います。これはあの痴漢女 A とか、あとはあの梅津さんがよく使う言葉で、蒙古斑という言葉があると思いますよね。痴漢女 A とか、あとは春に向けてのエクササイズ4階にあるような作品で、あのここからはちょっとこう私の感想にもなってくるんですけれども、隠されていた男性器、まあ、これいろいろ理由はあるかと思うんですけれども、あの隠すっていうことはそこに必ず何かがあるっていうことでもある、要はそのでも切り取られたわけでもない、虚勢されたわけでもないけれども、何かあるものが隠されているっていうことは、それはなんかあの春に向けてのエクササイズって脚立に何度もその登るんだけれど登りきらず向こう側へは行かない、脚立を、まあ、男性的な権威だと、定義するとすれば、その二元論的な男性性に回収されきらない、そことは別の道を模索しながら遊ぶような性であり、同時に、隠さなきゃそこに、ペニスがあるということは、まあ、肉体からの逃れられなさとも通じるんじゃないか、その肉体に引っ張られるっていうことってやっぱり人間ってあると思うので、例えばそのお腹が空いて頭が考えられなくなるとか、眠くなって集中できなくなるっていう、生まれついた肉体によって左右されるっていう、その両方ですよね、こう肉体からの逃れなさや、まあ、その二元論的な男性性に回収されきれないっていう、あの二律背反の中で別の道を模索しながらそこにこう留まり続けながら戯れるっていうような、遊びがあるんじゃないか、まあ、あとは梅津さんが最初に打ち合わせした時に、もともと女性ヌードの絵画を自分のヌードの身体に書き換えるっていうのが、まあ、梅津さんのすごく特徴だと思うんですけれども、これってなんかそのことに関してその女性身体になりたいみたいな、そのこう なんておっしゃってました、言葉で何て言ってましたっけ、か
代わりに僕が、ね、代わりに何かその体感したいみたいな、はい、それ、うん、あ大丈夫です、はい、なんかそれを聞いて、あの腐女子って要はその BL が好きな女性たちって、あの自分とは違う性の方が自分の欲望が抑圧されずに表現できるっていうことで、あのすごく BL を愛している人たちも、まあ、あの全体ではないけれどすごく多い。ただその自分とは別の性になることによって、自分の欲望を模索していくっていうのは男性の場合でも考えられるんじゃないか。例えばそのエロ漫画って、異性愛者向けの、まあ、幼女レイプするみたいなひどいのも、まあ、あるんですけれども、そういうのでも結構その男性の異性愛読者の方って犯されている幼女の方に自己を投影している方が多いらしいんですよね。なんかだからこのなんかキモオタが幼女をあの暴力を振るってレイプする楽しみじゃなくて、キモオタによってその可愛らしい幼女の自分がひどい目に遭う、なんて私はかわいそうなんだっていうようなあの楽しみをしている人も多い。まあ、あと次にあのフィッシュハムっていう作品もよく、あ10年以上前の恥ずかしい、でもこれもなんか今の作品にすごく通じるものがあると思っていて、でもなんか、ね、フィッシュハムの魚肉ソーセージってなんかこう何の肉だか分かんない、これ絶対魚以外も入ってるだろうっていうような、うん、あの継ぎはぎだらけのひき肉というか魚肉、うんうん、そうですね、この魚肉ソーセージはなんかこう日本人らしいこう例えば洋画的な目線で見ると、なんかその岸田流星が豆腐を描いたりとか、なんかその高橋由一が鮭を描いたりとか、その延長線上で、なんだろうな、ジグマーポルケのなんかドイツ人だからソーセージみたいな、それを経由して日本人だから、まあ、そのなんだろうな、この着色料がいっぱい入ってるような魚肉ソーセージのなんかこの断面みたいな、それをこう日の丸ポーズでやったっていう作品ですね。これは上下セットの作品で、はい、うんうん、でアラベスク模様の、服を着ていて、背景がこうちょっとなんかピンク色で、ノンノとかでよく使われる色から持ってきてます、はい、それはなんかその、はい、やっぱり文化的に継ぎはぎだらけの、うん、そうですね、セクシュアリティだったり、うん、生き方であったり、はい、うん、梅津さんって、はい、あの洋画、はい、あのを、まあ、ラファエル・コランをはじめとした、はい、いろいろ参照しているけれども、うんうん、あのその、まあ、美術日本の、はい、あの予備校的な美術教育の中で植え付けられてしまったものや、はい、あの積極的に取り入れたものを、はい、ケアをするでもなく、はい、なんかその蒙古斑のように染みついてしまったもの、はい、として、うん、そうですね、なんかやっぱり美術史ってもの自体が、すごくこう、まああまり好きな言い方ではないですけど、なんか男性的というか、まあ、すごく硬直したこう血生臭いこう積み重ね、はい、なんかすごくこう直線的なこう蓄積物だと思うんですよ、美術史ってものが、はい、でなんかやっぱりそれが、芸術院がなくなった今でも支配的で、まあ、そういう中で美術っていうものを作る側も評価する側も考えてしまって、だから、それを自分の場合は拒絶するっていうよりかは、まあ、その普通に美術教育を受けたら受けるであろう影響っていうものはこう回避せずに受けるんだけれども、それをただこう素直に出すんじゃなくて、なんかこう一種の、普通だったら、敬遠されるようなものとこう混ぜて出すっていうことは結構初期の頃からやってましたね、うんうん、なんかでもそれってなんかパープルームにも近いような、はいはい、共同体、メディウムであると同時に、はいはい、うん、あの自覚的な主体でもあるような、はい、そうですね、例えばこの、なんだろう、恋せ乙女っていうタイトルからしても、なんだろう、乙女に恋せよって言ってるわけじゃなくて、まあ、本当にそれはこう作品の中かもしれないし、自分がその恋せ乙女になってるような気もするし、まあ、あとそのパープルームっていうものを、まあ、自分はすごくこう、なんだろう、一応主催者だから主催っていうだけで持ってしまう権威構造みたいなものが絶対生まれてしまって、なんかそういうものを、なんか取っ払って全部リゾームにしたいとは思うけど、やっぱりそれは不可能で、
そういった時にこう中央になんかこうなんだろう男性的な主体がうまくこう表現されてないものが中央にあって、それをこういろんな、なんだろうな、いろんなクラスターのものをなんかこう緩やかに束ねてるみたいな構図、うん、で、それで絵画自体がその他のメディウムを使ういろんな感受性を持った作品に、もしかしたらこう無効化されてしまうかもしれないっていう、構造がこの展覧会、そういう状態が構造だと今回は、思ってやっています。次あの、はい、花粉ですよね。これはさっきのね、いただいた資料が私を見ている、これはその資料の位置から見下ろすとちょっとポーズはオリジナルと書いてあるんですけど、はい、やっぱりこうお尻の方を見ている、資料と一緒に観客が私なのかわからないですけどお尻を見る、はい、っていう作品。なんかあの梅津さんの作品にあのずっとはい、通じるものがある、はい、あのそれは初期の頃から、あとはあの美術作品と並行して、はい、ビジュアル系のイメージだったり、はい、あの反対に亡くなあの、第二次世界大戦で亡くなったおじさん、はい、梅津さんのそっくりというおじさんの、絵画でも、やっぱりその死と隣り合わせの性だとか、はい、その性を作ることで生まれるようなものがすごく多くあの描かれているんじゃないかな、例えばあの資料が私を見ているでもそうですし、まあ、この作品 の、 あのフロレアル汚い光に混じった大きな花粉もそうなんですけれども、なんかあの梅津さん自身が人間の生殖と作家の制作の違いをなんかすごく意識してるんじゃないかなって思います。それはなんかこう人間の、例えば人が一人死ぬのを一番効率的に考えたら、人を産めば確実に死ぬじゃないですか。なんだけれども、あの作家って作品っていう生きてはいない、人間のように生きてはいないものを作ることで、運があって、さらに才能もあれば、文化的な遺伝子ですよね、人間とは違う形でそれを後世の人間にまで伝えることができるんだけれども、それってその人間の生殖に比べたら限りなく確か、なんだけれども、なんかそのこう生きていない作品という一種の死みたいなものを作ることによって何か生まれてしまうものに興味があるんじゃないかな、そうですね、やっぱり絵画自体もなんかこうよくこう生き生きとしたタッチだなとか美しいなとか、はい、なんかその生の痕跡だと思うんですけど、でも結局その生きたようにこう生きてるように死んでるもののこう連なりというか、はい、なんかその死体の山のなんかこうコラージュのようなものだと思うんですよね、絵画っていうものも、そうですね、あとはあのさっき先ほどの早めに説明した、ヘルマフロズトスとアンドロギニスで言ったら、やっぱりそのアンドロギニス的、あの女性の体、まあ、女性の気持ちも味わいたい、その演じたいっていうような、あの自分とは違う性のことを、これ、ね、性欲ともまた別だとちょっと違うと思うんですけれども、あの他者のことを味わいたいというアンドロギニス的な魅力もあるんじゃないか、そうですね、なんかやっぱりビジュアル系シャズナとかがものすごくこう中学校の時に好きで97年に出会って、あとそのあれですね、鈴木亜美ちゃんとかも割とこうボーイッシュな感じで、はい、あと好きだったし、田中美穂さんとかもそうだし、出てきますね、はい、なんか中性的なものは絶対的に正しいみたい な、 なんかそういう強迫観念というか思考が昔からありますね、なんかちょっとそうですね、ちょっと変な話になるんですけど大丈夫ですか？あ、大丈夫です。自分の話で恐縮なんですけど、はい、なんだろうな、例えば、はい、今ちょっと思い出したんですけど、はい、小学校あれは2年生ぐらいの時に、はい、体育のそれこそあれだな、プールの前にの時間になんかその、はい、まあ、僕はなんかぼーっとしてたんですよ、はい、そしたらなんか女子だけ集めさせられてるとこになぜか僕がいて、はい、なんかその生理の話が始まったんですよ、小学校2年生ですね、そう、なんかそういう話が2年生だったか3年生だったか、はい、まあ、とにかく小学校の時に始まって、はい、で話が
10分ぐらい経ってから、はい、なんかなんで梅津がいるんだってなってそれ先生気づいてくれなかったんですか。そう、途中まで気づいてもらえなくて、でなんか、なんかだんだん冷や汗とか返ってきてあれ、なんで俺がいるんだろうみたいな、なんで男の人と子がいないんだろうみたいな感じで、なんか向こうから、そう、なんで梅津くんいるんですかって言われて、はい、いや、知らないよと思って、でもその時は結構、まあ軽いトラウマというか、あ、なんかその、なんかその男女っていうものをそんなに意識してなかったというか、だけど、その、はい、なんだろうな、男子に知られてはいけないなんか女の子の秘密があるっていうのを知って、はいはい、なんか少し10分間だけ僕そのレクチャーを受けたってそれでちょっとこう軽く困惑をした覚えが、はー、ありますね、はい、しかも、はい、一種暴力的じゃないですか。なんか配慮逆にされてないですよね。そうそうそう、あの女の子たちも男の子がいたら嫌かもしれないけれど、はいはい、だったら、ね、先生が最初から出すべきなのにスルーされてしまったんですね。そうなんですよ。なんかそれがまあ一番最初の美術の保健体育の時間だったのかなっていう気もしますし、まあそういうのがあったりとか、まあそうですね、まあ、あと僕は、まあ、なんだろうな、普通に言うと多分ヘテロセクシャルの部類に入るんですけど、はい、まあ、でもなんだろうな、いわゆるめっちゃ男子ってわけでもないような気もしていて、はい、だから20歳ぐらいの時はそのあんまり行ったことないんですよ。そのゲイバーで働いてたこともあるし、はあ、なんだろうな、うん、そうなんですよ、うん、そうですね、うん、やっぱりね、あの死んだおじさんだったり、うん、あのビジュアル系って、はい、なんか生よりも死を連想させる、死に寄り添う、まあ、で死に寄り添いながら生きる音楽だと思うんですよね、うん、あの結構みんなファンとかもリス化してたり、はい、なんかさっきもおっしゃってたけどナチスドイツのイメージが多かったり、うんはい、でも一方でその美術作品を作るってことは、うん、さっきも言ったように詩を作ることに似ているから、はい、非常に、まあ、これ私の表現のテーマにもそれがあるので、うん、なんかシンパシーは得られるんですけれど、やっぱりこう、うん、詩となんかその回収されないセクシュアリティみたいな、うん、要はそのこう女性が妊娠して子供を産む再生産 の、うん、あの健全な性みたいなのってあるじゃないですか、うん、なんかそういう祝福される性とは別のあり方っていうのに、まあ、花粉って、ね、人間よりも確実に、うん、受粉受精することができないにもかかわらず、なんかその飛ばす弱々しさと力強さっていうか、興味があるんじゃないかな。これは、まあ、参考に持ってきたんですけれども、ギャル王だったり、まあ、ホスト系ですね、これは。あと、メンズスパイダーって、ビジュアルホスト、ビジュアル系ホスト雑誌って言われてたんですけれども、やっぱりその男性でも、いわゆるその草の装飾じゃなくて、装飾的、装飾系男子になると、そのどん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 こう装飾が過剰になっていく傾向があって、このメンズスパイダーはすごく分かりやすいんですけれども、最初はなんかこうホストっぽかったんだけれど、最後の方は完全にビジュアル系になってしまって、もっとなんかこうやばい、あの顔全面緑で白い髪の毛みたいな、なんかお前ホスト客商売できないだろうみたいなな人たちまで出てくるっていう、その装飾性っていうのはこう過剰になってしまうので、別に女性だから装飾が過剰になるんではない、男性でも、うん、まあその性を超えて過剰になる領域もあるんじゃないかなと、うん、今日は思いますね、うん、まあ、これ軽くね、私の作品なんですけど、私は逆に梅さんがこう絵画の歴史だとしたら、うん、彫刻の歴史について結構作品を作ってまして、うん、彫刻っていう言葉は明治時代に日本に輸入されるんですけれども、うん、その輸入される時、じゃあその彫刻っていうものは日本においてどういうものなんだってなった時に、今までの日本の造形、例えば盆栽だとか、あとは人形だとか、まあその目付けみたいな小物よりも優れた造形が彫刻であるっていう定義付けをされたので、ものすごくその日本的な、例えばその菊人形みたいな装飾過剰なものが、彫刻教育の中で嫌われるっていう歴史がありまして、私はそのなんか
嫌われてしまった装飾性によって、彫刻を作りたいあるのと、あとはやっぱりそのなんかこうフランケンシュタインを作る、そのフランケンシュタインの怪物を作るような、あの死体を、ね、こう切り裂いてこうザクザクに つなげていたら人間ができてしまうような感覚というか、あの要は死だったり攻撃的なものをあの破壊ですね、破壊を重ねることによって何か新しいものが、それがいいものなのか悪いものなのかわからないけれど、ものが作られるっていう感覚がその制作していてすごくその気になる感覚なので、これあのギリシャ、神話のあのゴルゴンの三姉妹と、まあ、メデューサの頭部っていうあの作品なんですけれども、まあ、ルーベンス のメデューサの頭部の絵画を参照としながら、あれルーベンスの自画像なんですよね。でそのなんか結構こうナルシズムってナルシストの作家って自画像を描くときにメデューサになっちゃうんですよ。あのメデュー化け物化してしまう。で究極にやっぱりナルシズムを追求すると化け物になるんじゃないかな。メデューサってその見た人を石化してしまう化け物なので、なんかこう本当にその自分だけの快楽とかあのナルシスティックになってしまうと、まあ、他者なんていらなくなるから、だから他者の目線っていうのは必要なくなるから、あの殺してしまうんじゃないかなっていうのがあのこの作品のテーマですね、まあ、ナルシズム。あとは、まあ、盆栽っていう、あの彫刻っていう定義が日本に入ってくる段階で排除された表現を、まあ、装飾的なものを使いながら最後あの現代の彫刻として造形したいっていうような欲望がありますね。これは、まあ、私 あの表現の関心を今ざっと説明しました、うん、ありがとうございます。じゃあですね、こう、はい、残りの時間であれですね、もう少しこう、うん、ラフな会話を、会話とか対話ができたらなと思うんですけど、はい、こう、そうですね、これを聞いて思ったのが、はい、なんか、ものすごくこう、分かりやすく、この男性女性身体の、はい、こう歴史をレクチャーされて、はい、そうですね、こうなんかちょっと言葉を失う感じがあるというか、やっぱりそれはなんかこう人間のこれまでのこう積み重ねてきた厚みというか、なんか呪いのようなものをこう受けたような気がして、はい、でもすごくこう大事なことだとは思うんですけど、やっぱり今の言ったことを、聞いたことを踏まえすぎると、やっぱりこうそれはそれで不自由な気もするというか、はい、なんかその美術っていうアートというのも制度で、こういう、性のこの歴史というか、それも十分にこうなんかのちゃんとこう制度として積み重なっている感じがあって、はい、その狭間でこうやろうとすると、なんかこう取れる方法がこういくつもないような気がしてしまうから、はい、だから一旦ちょっとここから離れて、もう少し、ラフに話せたらなって思うんですけど、僕が個人的に最近その性に興味があるっていうのは、はい、まあ、確かにその恋愛的なことでもあるんですけど、はい、もう一つは、去年ぐらいまで4年ぐらい、介護の仕事をしてたんですよ、バイトで、はい、うん、でその介護っていうのは、デイサービスと呼ばれる、普通の民家、はい、普通の民家に、日中はそうですね、20人ぐらいのなんだろうな、おじいさんおばあさんが集められて、はい、でなんかこう美空ひばりのカラオケを歌ったりとか、連想ゲームみたいなのを、4時半までやって、はい、お家に帰っていくんですよ。うん、なんですけれども、お家が忙しかったりとか、はい、なんかこう帰る場所がない人っていうのはそのままデイサービスなんだけどお泊まりをするっていうシステムがあって、はい、で自分はそのお泊まりをする方々の担当だったんですね。だからその夜勤専門、夜勤っていうかそのデイサービスの夜勤専門で、はい、週そうですね、週3、4多いと3、4ぐらい
うん、やってたんですけど、なんかそこで見えたのが、はい、要はその家族というか家庭ではこう面倒を見きれなくなったおじいさんとかお母さんとかも、身寄りのない人とかが、本当はいけないんですけど、デイサービスにこうもう2年間ぐらい連続で泊まるとか、本当は週に1回帰らなきゃいけないんですよ。そうですね。でもなんかそれはでもそうしてしまうと死んでしまうじゃないですか、はい、家に戻したら、はい、うん、とか、なんかそういう中で、夜勤って言っても僕一人しかいなくて20人、あ、残るのは多くて7人で、7人も本当は法律違反なんですけど、はい、3人から7人ぐらいが泊まるんですよ、はい、なんかそうするとそこにこう行ってみればその学校のような社会がそのデイサービスの中にも生まれるんですよね。その学校、なんかクラスのような、はい、だから喧嘩とかもあるし、はい、だから僕はそのバイトとしてそこで働いてるけど、なんかその先生と呼ばれたりとか看護婦さんって呼ばれたりとかもするっていう中で、認知症の方もすごくものすごく多くて、はい、なんていうんですかね、まあ、言ってみれば一つのこう学校のような壊れた家庭のような、場所なんですね、デイサービスというのは、はい、ただそれって僕がその働くまではそんなものが何だろうな世の中にあるっていうのは知ってはいたけど、はい、そんな場所だとは全く思ってなくて、数でいうとコンビニよりも多いんですよ日本の。へえ、そう、だからそのいわゆる介護の問題とか福祉の問題って言った時に、なんかもうちょっとこう、はい、大きいそのちゃんとした施設におじいさんおばあさんが預けられて、はい、ちゃんと面倒を見られてると思うじゃないですか、はい、でも実際はそういうところはもういっぱいになっていて、もうなんかただの何でもない家がそういう舞台になっていて、そして例えば僕のような なんとなくタウンページとかタウンワークかタウンワークで見つけて来たような人が配属されて、はいはい、なんかそれでめちゃくちゃそのなんか割と辛いから、その、はい、3日で辞める人とかすごい多いですよ。あ、そうそう、だから、僕が働いた 3,4 年の間になんか 2,30 人は辞めていってて、はそれでなんか残る人がもうそういう人を面倒見るしかないみたいなことになっていて、はい、だからなんかその医療行為とかもだから本当はダメなんですけど、はい、やらされるし、はなんかそのなんていうんですかね、離脱しようとする人とかも止めなきゃいけなかったりとか、はい、まあ、そういう場所があって、でその中で、なんでこの話をしてるかっていうと、はい、まあ、そのおじいさんおばあさんとはいえなんかご飯を食べて、はい、テレビを見てただ寝るだけじゃなくて、はい、やっぱりそこにはその性なんだろうな、性みたいなものがものすごくこう垣間見えるというか、はい、うん、だから、だからもう旦那さんとか迎えに来ないのに、はい、なんかその旦那さんとの思い出をこう朝までずっと喋ってる人とか、はい、自分が30歳だと思ってる人もいるし、だからそのでも人によってはそのあこれ何が言いたいかというとその性っていうものが、はい、いつこう自分の生まれた瞬間から意識するわけじゃないじゃないですか、はい、やっぱりその自動的なのか肯定的なのか、その僕は男だ女だみたいな、私は女だみたいなことがあって、はい、でそれがこう、まあ、それでこう恋愛をしたり家庭を持ったりすると思うんですけど、はい、それがこういつ執行するのかっていうか、うん、なんかそういうところにも結構関心があって、はあ、なんかそれは本当に僕が見てる感じだと人によるというか、なんか本当に性っていうものが100歳になっても全くこうなんか乙女のような人もいるし、はい、うん、なんかもうそういうのとかなんかどうでもよくなる人もいるんですよね。なんかそういう中で、なんかうまく結論が出ないんですけど、そういうのを間近で見て、だから性の問題を考えるときに、なんか自分がその、30代の男として、うん、なんだろうそういうのを考えるだけじゃなくて、その世代とか年代とか立場によってもなんか性っていうものは、絶対的なものじゃなくて変わるというか、だから例えばそのなんか80歳とかになってもやっぱり裸とか見られるのは恥ずかしい人は恥ずかしいわけで、はい、だけどもその職員が僕しかいなかったら、はい、なんか僕が脱がせたりとかしなきゃいけないわけで、はい、なんかそこで
と生まれる、なんだろうな、その場の空気っていうのは、なんかその、バイトをしてる感じじゃなくて、はあ、なんていうんですかね、なんかものすごくこう、複雑な、お互い複雑な思いをする場面っていうのが、はい、うん、あったという、うん、なんかそういう、そういうことが、なんか実は本当にこうコンビニと同じぐらいの数があるわけで、はい、実はその、可視化されないだけで、そういう生徒、なんか主体となんだろうな、そういうものの摩擦みたいなことが、実はその、あまり誰も知らない中で、実はその自分のおばあちゃんとかがそういう思いをするかもしれないし、うん、なんかそういうことをちょっと考えたっていうのが、割と最近性への関心。だからその、男女平等とかそういうような感じで今、思ってるんじゃなくて、うん、なんかその男性でも女性でも、なんかそういうところに来ると、本当にこう、無力というか、無力だし、なんかこう、まあ、言い方が悪いけど、ちょっと面白いというか、はい、うん、そしてなんかそこにもこう、そんな死ぬ間際になってまでも、なんか小学校のような社会にこう、はい、国しなきゃいけないっていう、なんかこう、人間のこう、なんか、どうしてそんなに反復しなきゃいけないんだろうみたいな。あ、まあ、その夜中に1人で7人の年寄りを面倒見るっていうのは法的にアウトだったり、確か6人前ですね、そういう法的に、違法を、まあ、スレスレというか、法から、少しはみ出たところにできるその共同体だったりコミュニティっていうのは、まあ、確かにその表向きは見えないようにされているけれども、実はそのいろんな社会制度と並走して常にあるものである。そう、それがないと本当に困る人がいるっていう、まあ、っていうのと、そのパープルームっていうものも言ってみれば、ただの家だけど、はい、予備校とか言い張って、なんかその地方から友樹のような高校中退した子が来てみたいな、はい、なんかその割とデイサービスとパープルームも構造はそんなに変わらないなと思うんですよ。美大だったり大手予備校教育がある中で、パープルームという、なんだろう、その2つと違う世界が並行してあるだし、なんかその中で行われている営みっていうのが、実はすごくこうシンプルで、なんか本当に一緒のような気がしたというか、うまく言えなくてすみません。でもなんかそのさっきもおっしゃっていたように、展覧会っていうのはある種その美術史という、まあ、その男性中心と言ってしまっていいかわからないけれども、一種のその男性女性で二元論で分けてしまったら、男性性に属するようなインフラだったり、まあ、美術史自体がその歴史だったりしますよね。そうですね。なんかやっぱり美術館とかもすごく厳密にやっぱり規則があるし、はい、だからそのなんとなくこれで行こっかとかって多分絶対無理で、はい、なんかこうちゃんと作品の所蔵庫に置くとか、なんかこの作品は廊下に置いといた方がいいと思うのとか言ったら絶対ダメだしなんかでもそういう、なんだろうな、でも必ずしもその女性的な感受性っていうものが天然で、はい、男性的なものが優位ってことは絶対に僕はないと思っていて、はい、まあ、自分はやっぱり男性だからどうしても男性的な考え方をするのかもしれないけれども、でもなるべくその展覧会を作るとか、まあ、作品を作るでもいいですけど、はい、そこにそういう、ただ女性が持ってる、女性だから必ずしも女性的な感受性を持ってるとも限らないし、はい、なんかそういうところにこう柔軟というか寛容でありたいし、はい、とは思いますね、やっぱり。なんか、このパープルームの展示自体、はい、結構そうですよね、その4階、3階、2階、はい、まあ、地下の、グラデーションというか、はい、そうですね、まあ、ただそんなにこう、なんだろうな、例えば美大に
作家と行ってない作家とか、まあ、大体半々なんだし、はい、男女比ってどうなんだろう、男女比、うん、まあでも半々ぐらいなのかもしれないんですけど、でもなんかそういうところで、なんかなんだろうな、こう、フラットというか、平等だからいいとか、そういうことも思ってなくて、はい、うん、だからその、社会的にとか、そういう、モラル的に、はい、良いことが善行がイコールそのアートの価値を担保するっていうのもなんか違う気もしていて、ですよね、うん、とはいえその美術の中っていうのは違い貢献でどんなことでも許されるっていうのもなんかそれはその美術ってものも政治とか社会と地続きなわけで、はい、何かこう腑に落ちないところもあるし、なんかその辺で結構自分はその美術とかをちゃんとこう設定できずに常にこう悩んでるというか、どうでしょうかね、そういう、なんかやっぱりその私もその美術だとか、うん、あの言論ってやっぱり、うん、あの男性、はい、まあ、二元論で分けてしまえば男性的な、うんうん、あの歴史だったり、はい、制度の中で現状動いているような気がして、うん、はい、なんかあのこれは本当にあの私が思っているだけなんですけれども、うん、その中でなんかやっぱりその女性アーティストって不利になりがちなことは未だにあると思っていて、それがなんでこういう状況になっているのか、女性アーティストがだったり、まあ、マイノリティが排除されやすい歴史がしかも続いているんですよね、うん、いや本当にそうで、うん、本当にそうだからなんかそこはいくら言っても言い過ぎじゃないと僕は思うんですよ、うん、だけれどもなんかそこを言うことによってなんだろうな、その作品のメディアムの力が、はい、なんか弱くなってしまうっていうことも考えるから、なんかすごく難しいなって思っていて、なんか絶対にその今でも全然平等じゃないと思うし、うん、だから、まあ、かといってそれを主張することによって、だから男性はそんなことを主張しなくても自由になんか発表したり、なんかその既得権益を受けられるのに、なんか女性はその地ならしからしなきゃいけないっていうのが非常にこう不平等だし、うん、だからその不平を訴えると、その本当にそれを訴えるためのアートになってしまうってところがジレンマというか、あとやっぱりそのフェミニズムアーティストでも、うんうんうん、なんかもうこれはダメだろうって過激な人っていっぱいいて、はい、例えばまあアーティストではないけれども、うんうん、あの女性の参政権獲得のために、はい、うん、ベラスケスの鏡のヴィーナスの絵を、うんうん、あの傷つけた、はい、まあ、あのメアリーなんとかっていう、うん、あの女権拡張運動の人がいたり、うん、まあ、その人ってあの最終的にファシストになって、うん、でもそのファシズムの党に入るんだけども、うん、あの女性を支配するその支配がきつすぎて、うん、で、まあ、2年くらいで離党されてしまうんだけれども、はい、あのさっきの、まあ、クールベの世界の起源で、はい、の前で自分の女性器を見せて、まあ、警察に捕まった女性アーティストでもそうなんだけれども、うん、過去の失敗から学べないっていうのが、うん、やっぱりそのマイノリティ、あの、うん、主流ではない人間たちが一番陥りやすい、うん、なんかこう罠って言ったらあれなんて変なんだけど、あの要はなんでそういうことが起きるかっていうと、まあ、フェミニズムの歴史って歴史化されているんだけれども、あの権力、まあ、その女性の参政権だったり、あの平等に近づくための権利を拡張する運動なので、成功した歴史しか残さないんですよね。だから失敗した歴史を学べない、またはその失敗した歴史を書いてしまうと、あのバックラッシュだったり、まあ、ミソジニスト、その女性だったりマイノリティを嫌っている人たちが、ほら見ろやっぱりこんなやつが価値がないんだっていう世論を形成されてしまうから残せないっていう、残しにくいっていうのがあったんだけれども、やっぱりそのもうなんか孫子じゃないけれど、あの敵を知り己を知れば百戦危うからずじゃないけれど、その敵って言っても変なんだけれど、その男性中心主義の歴史だけ学んで毎回そのフェミニストたちが同じような失敗を繰り返すんじゃなくって、そのマイノリティ側の歴史失敗含めてそこにアクセスして、あの失敗から学ぶことっていうのを、やっぱりそのマイノリティは今なんか
こう怒りとか悲しみとかを表現するっていうのが言われているんだけれども、やっぱそれじゃあなんかどうしようもないことが多すぎるし、なんかこう過去で同じような過ちがあったんだったら、もうちょっとその建設的に、なんかこうやり取りができたらいいなっていうのはすごく私は思います、ね。なるほど。なんかちょっと話は変わるんですけど、はい、なんかその例えば柴田さんの作品をさっきちょっと、はい、見て思ったのが、はい、まあその今までこう説明していたことがすごくこう、はい、噛み砕かれて、はい、こう作品に結びついてはいると思うんですけど、はい、でもなんかその、なんだろうな、リソースからも引いてくる、なんだろうな、この所作がなんか意外となんか男性っぽい考え方なのかなって気がするんですよ。でもそれはそのやっぱりこのそういう歴史を踏まえて、はい、ある意味そのこの作品っていうメディアを通して、はい、それをこう、ちょっとこうスタティックな感じがするというか、はい、なんか それはあれですよね、割と自覚的にそういう風な、結構、自覚的ですね。なるほど。なんでしょう、なんかこう、私は逆にその性別的には女性だけれども、はい、二元論的な男性性女性性で言ったら、はい、多分男性性の方がどう考えても強い、人間であるのと、でもそれがその男性性女性性なのか、もっとその単純な、攻撃性だったり破壊衝動なのかは、自分ではちょっとこう分かりかねている部分がある、なんかこう破壊的なことから何かを作りたいっていう欲望がすごく強いっていうのと、あとはなんかこうあのスピバクってサバルタンは語ることができるのか、要はその支配する側とされる側っていうものがあるとすれば、支配される側、例えばまあなんかあのアフリカの貧困地域みたいなのが、世界に訴えるためにはその現地の原住民の言葉では伝えられないから、まあ、英語によってあのいわゆるその支配者側の言葉によって自分たちを、のことを伝えていくっていう、あのさっきのフェミニズムのこう男性女性の二元論にこう、あえて乗ることで生き延びるっていう、なるほど、確かにあえて乗ってるように見えます、だからなんか難しいのはそのいろんな方法があると思うんですよ、あの何か表現するでも、何か訴えるでもなんだけれども、なんかその怒りや共感や悲しみっていうのにとらわれすぎてしまうと選択肢が減ってしまうと思うんですね、だからなんかその過去の失敗から学んで、やっぱ選択肢が増えればいいなっていうのがすごく一番強く思ってますね、これを見て改めて思うのが、はい、まあいいことでもあり、はい、そうでもないこともあると思うんですけど、柴田さんの作品はやっぱりそのリソースから得た情報を、はい、なんか符号化して、はい、こう込めて、はい、で割とこう回答しやすいというか、はい、そこからこう復元しやすい形を取られているから、はい、割とこう作品をこう理解するのが、はい、割と容易な方だと、まあ、分かってないところがあるかもしれないけど、はい、っていうことによって、やっぱり美術っていうメディウムはなんかある程度こう暗号化されたものが、はい、なんかそのちょっと時間タイムカプセルのようにちょっとこう時間差で分かったりとか、はい、そういうのが僕は必要だと思ってて、これだと割とこうなんだろうな、インスタントな形で、はい、こうコラムに書かれてるのとかがこう作品に封入されていて、見る側もまあ少し分かる人だったらパッと分かるみたいな、はい、でもその分かりやすさが結構必要だったりもするし、あでもなんか今話したら思ったのがその確かにそのすぐ、符号化していくものがその復元できるんだけれども、実はその、はい、今自分が見えてない僕が見えてない暗号みたいなものが実はここに埋まってて、それがなんかこう後から
屈される可能性もあるなって話したら思ったんですけど、はい、うん、どうしよう、どんな感じで行ったらいいですかね、あとの時間を難しいですね。じゃあやっぱりなんか、はい、あの逆に私とあの対照的に梅さんは、うん、あの男性なんだけれども、はい、割と、うん、そのまあ、男性的ではない表現だったり、うん、あの発言でも今回の、はい、まあ、開講式でも結構その黒瀬さんとか斉藤健太さんとかにいいです、ね、やり込められてましたよね、はい、やり込められてるし、うん、黒瀬さんにはいつもこう負けるんですよ。負けるっていうかその、まあ、要はその言論のああいう出入りしてるような若い男子っていうのは、はい、一つのこうなんだろう、クラスでいうと1軍か2軍にいるようなちょっと目立つ男子がなんかこうウェーイみたいな感じでやってるように見えて、はい、うん、僕はちょっと彼らのことが好きだけど、はい、やっぱちょっと苦手なんですよ、うんうん、だから、うん、とそうやり込められてしまう。あ自分の読書量が少ないっていうのもあるかもしれないけど、でもそれだけじゃなくて、はい、やっぱりその、うん、とクラスヒエラルキーでいうと、はい、1軍とか2軍の男どもが使う、あの、その処世術というか、うん、やり取りがあって、僕はいつもそれに対して遅れを取るから、だからでも結構素直になんか、うん、はい、そういうのやめてみたいなことを言ってるじゃないですか、はい、でもそれはなんかこう私からしてみたら、はい、そういうそのマウントの取り合いを、はい、あの対話とするんじゃなくて、はい、もうちょっとその違う形、マウントを取らずとも人間って対話することってできるんじゃないかっていうのが、でもそれがなんかこうパープルームとか、はい、そのさっきの介護の話まで、はい、あの、はい、一つそういう話ってのはすごくなんかぬるいって言われがちなんですよ。はあ、だし僕もそんなにあんまり今日はちょっと喋ったけど普段は喋らないし、はい、うん、難しいですよね。やっぱ批評するってのはやっぱりマウントしていく、うん、レッテルを貼っていくってことか、ラベルを貼っていくことかもしれないし、うん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 、でもやっぱりその確かに渋ハウスの斉藤慶太君だったりとか、神妻世界君とか、うん、黒瀬さんみたいな、あれのなんかそのああいうことをしてる女子っていうのが全然出てこない。あ、本当はできる人っていくらでもいると思うんですけど、はい、なんかその失言を許さない環境とか、うん、まあそういうことができる女の人とか、まあくだらないからいいやと思ってるのかもしれないし、はあ、なんかその辺に何かやっぱり問題があると思っています、うんうん、そうですね。なんかやっぱり、うん、あの人数の問題とかもあって、その単純にあの、うん、ちょっとこれ私が大学院の彫刻家だった時、うん、私あの学部がムサビで、大学院が芸大なんですけれども、うん、今って次第だとその彫刻家でも私の在籍してた時から、うん、女子7、はい、あの男子3割になると、うん、もうその両方とも中性化するんですよ、うん、要はその重いものでも自分のものは自分で運ばなきゃいけないし、うん、あの掃除でも何でも自分でやらなきゃいけない、うん、そのこう男性性女性性っていうものが、あの両方ともその中性化される、うん、逆になんかその男子男の子の方がなんかその女子にこうひどいやり捨てをしたりとか、なんかセクハラをしたりみたいなことになったらもう殺されるから、なんかその肉食男子みたいなザ・マッチョみたいなあの振る舞いも必然的にできなくなるから、まあその男性も女性も中性的に振る舞う世界ができるんだけれども、これが芸大になるとその男女比が逆、男子7あの女子3になってしまうと、やっぱりその性別、その二元論 の, その男性性女性性っていうのがあのものすごくあのなんだろう、顕在化するというか、逆になんかその椅子2つとかでも女の子が重いから持てないで、なんかその男がいや俺が持ってやるよこの筋肉すごいだろみたいなすごくその男性性女性性みたいなのにあの分けられていくし、逆にそこでなんかその中性的だったりどちらにも当てはまらないとすごく生きづらくなってしまう。すごいですね、学校ってよく考えたらやっぱすごいシステムで、なんかその
同じような地域とか、同じような学力とか、なんか男とか女とかで、なんか分けられて、同世代の人がこう一箇所に、ね、3年とか6年とか一緒にいなきゃいけない密室の中に入って、それをこうすごくこう人格とか、なんか性の、なんかそういう、ね、そういうものを育てたりする場所っていうことになってて、なんかそのアートの世界もやっぱりそういう、それのなんかそれと連続性があるなってやっぱり最近、思いますね。だからきっとその、言論界隈とかでも、なんかね、その、例えば今日みたいな機会のように、もうその偶発的に、あの男女比を合わせる会を作ったりとかしてしまえば、逆にそのあの行為によって、性が描かれて変わっていくみたいな形で、もっとそのこう女性の活躍とかじゃない形で、あのなんか批評とかする女子が出てくるんじゃないかなって思いますよね。そうですね、批評家も少なすぎますよね、やっぱり。だからその見てるとその学芸員とかでもまず女性は多いけれども、活躍してる人はやっぱりどこかちょっとこう男性的な部分が強いような気もするし、まあそんなこと言っても解決しないのかもしれないですけど映画業界とか顕著ですよね。なんか映画業界がやっぱり男性監督が圧倒的に多いっていうのは、やっぱりそのスポンサー、お金をたくさんもらわなきゃ映画って作れないから、そうなった時にこうあの社会的信用、既存の信用というのはその男性にお金を融資することと女性にお金を融資することでは、男性の方が、融資しやすい、気分的にも今まで の、 あの性とか通例になっているからっていうことで、スポンサー探しが楽っていう構造が、徐々に変わっていくと楽しそうですけどね。そうですね、本当にそう思います。そうか、話また変わるんですけど、僕最近アニメの月が綺麗っていうやつをなんか見てるんですけど、それはこう、いや別に何だこの話は、その中学生の恋愛のふわっとした日常系のアニメなんですけど、結構それを食い入るように毎週見てて、なんかそれもやっぱり結局今言ったような話とつながるというか、その、主人公のあかねさんっていうちょっと目立たない陸上部の女子がいて、あと文学部にコタローくんかっていうのが いるんだけど、それのこうたどたどしい恋愛をひたすら描いていて、だからなんだってことなんですけど、なんか今そういう、未分化な状態から、どうしてそういうふうにこうそれぞれ分かれていって、なんか、対立したりその、その違うものとしてこう寄り添うってことじゃなくて、もっとこう例えばその男女のポイントが、男女で10ポイントあるとしたら、なんかこうもっとこう7-3の人がいてもいいし、6-4の人がいてもいいし、もちろん 5-5 とかもあっていいような気がしていて、なんかもうちょっとこうその、まあでも男性性と女性性とかそんな簡単なことじゃないのかもしれないけど、もう少しこういろんな在り方が、普通にこう男女の恋愛でももっといろんなバリエーションがあってもいいし、もちろん男女じゃないものもっとこう、普通にこう寛容に当たり前になった方がいいなとは思いますよね、やっぱり。どうでしょう、今1時間半経ったんですけれど、梅さん、なんか最後にあれですかね、会場とかに行ってみますか。はい、何か質問あるかな。はい、少し明日の夜に食なんですか。はい、よろしくお願いします。まあ、明日聞こうと思ったんですが、今聞いてしまいたいんですが、花粉という言葉の保健体的な意味合いについてどう考えているか。花粉的な保健体、つまり考えますと、花粉というのは、まあ、花粉にとっての、まあ、人間にとっては生理的なものの感じですよね。
で、はい、しかし清家っていう時の、はい、こうなんかドロッとした感じがなくて、はい、ふわっとしてるっていう言葉っていう言葉に、はい、そのふわっとしたセクシュアルな感じが、うん、今日話している、うん、無限タイプと美術について、うん、無限タイプとセクシュアルみたいなのを見せて、もうちょっと、はい、あの一日にパッと当てるんじゃないかって、はい、話していくっていうのが今日一つのテーマだと思っていて、はい、そこにかぶってどうかぶさっていくかっていうのが、うん、について、はい、割とワードとして強いんで、はい、で私ちょっと俺に引きずられすぎてるんで、そうですよね、なんか言うのあれなんですよ、ちょっと聞きたく聞きしたいなって。あ、やっぱり自分の中でかぶるっていうのは、まあ普通に説明するときは、作家が作家じゃない、まあ作家じゃなくてもいいんですけど、こう様式とかなんか理念とかをこうなんかその花粉を媒介に伝えていくような、こう密室の中に花粉がこう舞って、例えばパープルームだったらなんかその坂本さんの作風が上に行って、それがまた坂本さんに行って、トンキに行って、安藤さんに行くみたいな、そういうのを花粉だとこうイメージしやすいなっていうものと、そのやっぱり近くだと感染しやすい、感染とか受粉しやすいけれども、遠くなると遠くなるほどその空気中の花粉濃度が低くなっていくから、なかなか遠くに飛びにくいけど、でもその花粉っていうのはその自分が、発したことを忘れた頃にどこかに届くかもしれないっていう、精子の場合っていうのは絶対に何かの交渉、密接な交渉がないと相手には受粉しないけれども、花粉っていうのは結構自動的に無意識的に相手に受粉させることができるかもしれないっていう、ちょっとこう、うん、そういう希望もあるし、あとなんか花粉って可愛いんですよ。なんかそのパウダリーでこうなんかちょっとこうファーみたいな、そのパープルームのイメージに合うから、うん、やっぱり蒙古斑だけだとやっぱりちょっと受けが悪いからセットにする。はい、そんな感じ。あとは花粉症みたいな、はい、そういうこうなんかアレルギー的反応みたいなのも、はい、割とこの言葉が強いなって。はい。花粉症みたいな、まあ、そんなんじゃない。いや、なんかその花粉症も実は昔はなかったっていうじゃないですか、ね、その花粉っていうものは昔からあったけれども、なんかそれがなんか排気ガスとか工業 の, なんかその煙とかとなんかこう結びついて、なんか人間にアレルギーを起こすものになってしまったから、花粉そのものにはそのなんか悪いことはないなっていう。割と花粉じゃ花粉くんっていうか分かんないけど、はい、結構感情移入してる。もちろんですよ。花粉悪くないよみたいな。そう、花粉絶対悪くないよみたいな。それが大事なんで。はい、そうです。もう花粉っていうのは、そのパープルームが、梅津が生んだあのタームの中でも、もう最上位に良い言葉だと思ってて、あの順列をつけると花粉が一番良くて、次が毛母斑で、次が不定型の炎症で、一番低いのがあのネオ受験絵画ですね。ネオ受験絵画とかも本当にアイロニーとかがもうすごいし、あとフラジャイルモダンペインティングっていうものもゴミのようなワードだなって思うし、でもやっぱ花粉っていうのは本当にこう汚れのないワードです、うん、はい、本来は、うん、ちょっとずれるんですけど、はい、私あの、うん、なんか、うん、保育園の、はい、まあ、入る前とか、うん、物心つく前から花粉症だったんですけれど、はい、なんかこう花粉と多分その適合してしまい、花粉症が治ったんですよ、ここに住んでて。マジですか。なんかそういうこう、うん、今までその自分を苦しめてきたものが、うん、まあ逆にその花粉に受粉されまくったゆえに、もう治るんですね、あの治るというかこう、うん、抵抗力ができてしまうみたいな、うん、なんかそういう時間差の変化もあるのかなって。あ、花粉ってこう目に見えないけど確実にこう花粉症の人を蝕むというか、粘膜をこう痛めつけるというか、なんかすごくこう凶悪なイメージがあるけど、うん、やっぱり花粉ってのはいいもの克服できるし、うんうんうん、だし、そうか、うん、あ、そうだ、あと蒙古斑の話になるんですけど、蒙古斑っていうのはなんで蒙古斑って言ってるかっていうと、確かにそのアジア人にしかない、その DNA に刻まれたアザで、なんかそれっていうのはその、なんだろうな、その洋画とかを考える時の日本人のそのなんか汚点っていうか、その恥ずかしい一部と同期しやすいっていうことでもあるんだけれども、なんか自分が未だに蒙古斑が消えてなくて、なんかそれがすごくこう昔恥ずかしくて、普通だったらその男子はあの修学旅行とかに行くと
あのお風呂で前を隠すと思うんですけど、はい、僕はなんかお尻ばっかり隠してたんですよ。お尻ばっかり隠すことによって性器を見られることがそんなに恥ずかしくなくて、むしろお尻の方が恥ずかしくて。でもお尻を隠すって周りの男子には意味つながるんですか？なんか、だってなんでお尻隠してるんだって言われて、普通みたいな。まあ、そういう意味でのこの痴漢帳 A っていうのは背景が蒙古斑なんですよ。背景が蒙古斑で、でペニスを挟んで隠して見せてるっていう、何の話だか分かんないんですけど、そういう、うんうん、昔は隠さなかったけど、はい、今は隠してみたりもするっていう。あ、はい、あ、他に誰か、はい、質問はありますか？何でも大丈夫です。何かあったら助かります。ないかな。あ、はい、お願いします。もう、あの、私の個人的な感覚として、男性とその女性の話とか、うん、女性と男性との違いの話とかをするときに、やっぱり男性の方が口数が少ないというか、はい、キャブラリーが少ないというか、そういう時間があって、はい、ありますね。今男性っていうのは、例えばその貧困男性とか、あの差別される男性っていうのはたくさんいるんだけれども、それがそのすごく隠蔽されてきた。要はその弱くあることすら許されない構造がある。あの自殺率ってその男性の方が圧倒的に日本でも多いのは、やっぱりその弱く振る舞うことすら、要はその弱さによって言語を獲得することすら許されないっていう社会背景があって、あの今ちょっとそのオタク男性とフェミニストってよく SNS であの戦っていたりするんですけれども、なんかそのフェミニズムってその弱者をケアするしたり、まあそのマイノリティがあの不平等さをなくしていくっていう運動にもかかわらず、なんかこう過激な人たちってもうなんか男というこう、あの男が悪いからチンポ嫌いみたいな、なんか過激化すぐしちゃう人もいるし、なんだろう、それはその単純にあの男性が支配、女性が非支配じゃない、はい、あの支配側にいたからこそ脆弱さすら獲得できない、よりなんか深い地獄ってあるんじゃないかな。なるほど。いやでもそのマリコムさんのご指摘はすごくこう納得がいくとか、そうだなと思うっていうか、なんかその今日僕絶対あんま喋れないなと最初から思っていて、ああ、うんうん、というのはその自分のこう本当に声が少ないっていうのもあるし、やっぱりこういう中でなんだろうな、自分はそんなにこうグイグイ系男子じゃないにせよ、なんかその加害者としての負い目みたいなものがどうしてもこういうのを聞いてると活動してしまって、それがこう口数の少なさにつながっていってしまうっていうのは絶対にあるし、あるから、まあ今日は絶対にあんま喋れないんだろうなと思ってきたけど、まあでもそうですね、うん、どうしたらいいんだろうな、うん、
そうですね、やっぱり自分もその男性であるがゆえに、受けてきた恩恵とかも多分あるから、そういう、そうですね、その無自覚さを恥じるじゃないですけど、なんかそういう時間にちょっとなってたっていうか、いや、なんかその、うん、逆になんか、うん、私はまあ性別的には女性なんですけれども、うん、すごくこう、まあ、フェミニストって思ってるんですけれども、フェミニストにすごく批判されるんですよね。はい、それは私がすごく自分が加害者意識が強い、うん、例えばそのレイプ事件、女性がレイプされる事件が起こったとしたら、はい、私は加害者の方により感情移入してしまうんですよ。なんか要はその、まあ、自分は言語、言葉も好きだし、すごくその破壊的、攻撃的な人間だと思っているから、なんかこう図らずして誰かを傷つけてしまったらどうしようみたいな、でもその自分じゃなくても誰かを傷つけてしまった人が全くなんかそのケアされなくなる社会っていうのはおかしい。例えばその既得権益側の男性だから、こうなんだろう、困った目にあってもなんかこう女性はもっとひどい目にあってるんだから、その不幸を味わいなさいみたいな、そういう社会になるのは嫌だなっていうのがすごく強いので、だからなんかでもやっぱりそのフェミニズム、今のまあネットのフェミニズムだと被害者意識が暴走しているような気がして、でもなんかその人間ってたとえその時間その瞬間は被害者になることはあっても、なんかこう永久不変に被害者であり続けるってないと思うんですよね。どんな人間でも誰かに加害してしまうこともあれば被害を受けることもあるから、なんかその視点だったり考え方を増やせればなと思います。あとやっぱりそのこの性の話題になってくると、やっぱりなかなかこう秘めたこうなかなかこう外に出せないこう感情みたいなものを多分ある人が多いと思うんですけど、なんか自分も例えばその一見そのものすごくこう男性的な人でも、その人の中にも少女性みたいなものがあると思うし、でもなんかそんなものを組んでくれる人とかもやっぱりいないし、その本人もそれをこう出す場もないみたいな、そういうこともやっぱりあるのかなって思いますね。難しいですね、性の話。なかなか僕も慣れてないっていうのがあると思うんですけど、じゃあ他には何かご質問ある方、はい、はい、それをこう見直すことができる。
まあでもその、まあ、今の話とちょっと違くなるかもしれないですけど、やっぱりその女性と男性っていう対なんかその二項対立とかその話題があるとして、でもその圧倒的にそういうものに関与できない層っていうのもやっぱりいて、うん、なんかもう本当に引きこもりで誰とも会わない層とか、はい、なんか本当に三軍の中の三軍とかになってくると、はい、そうですね、男女の層とかじゃなくて、うん、なんかもっと不遇な層とかもなんか いるなとか思いますね、たまに。私も、こう男性性女性性にこだわらずに、さっきおっしゃったあの男性的ではない、まあ、女性的な表現への憧れとかをみんながそのどんどん出していけばいいんじゃないかと思っていて、なんかそのフェミニストでもその攻撃的なフェミニストって、なんか女性を守るための暴力であっても、普通に単なるむしゃくしゃしたから振る暴力であっても、その暴力性であることは変わりなくて、これはいい暴力でこれは悪い暴力でとかじゃなくて、なんかその、自分がその暴力性そのものを欲望しているっていう事実って、もっとその男性性女性性を超えてなんかこう純粋な暴力性ではないんですけれども、なんかこうね、女性っていうとケアする性だとか、はい、まあ、共感が、はい、男性よりも人の気持ちを分かることが得意っていう性ではあるんだけれども、逆にその加害者性というか、なんか攻撃性みたいなものをもっと、私逆にその女性は自分の攻撃性を肯定すればいいのになって思うんですよ。なるほど、にもう少しこう、はい、深い議論ができるようになればいいなと考えております。はい、はいはい、じゃあありがとうございます。今日はありがとうございました。